動画のアップロードが終わったら、サクセス画面が表示されます。ダウンロードビデオをクリックすると別タブが開きます。ダウンロードビデオボタンをクリックすると、投稿した動画を MP4 でダウンロードできます。超絶簡単です。投稿画面を閉じてしまったら、もう投稿者側ではダウンロードできなくなるので注意しましょう。